どうも、春季の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は子どもの性格は親の言葉で9割決まるという話をしていきます。はい、お子さんでのね、性格、まあ親としてはね、まあできれば例えば穏やかでいてほしいとか、まあ明るくいてほしいとか、なんかいろんな思いってありますよね。でそんな時に、まあ、言葉ですね、親の言葉を気をつけると、まあ、子どもの性格がね、変えることはできるというかね、まあ、悪い方向に、まあ、するなくなるってことは結構防げるので、今日はね、そういったお話をしていきたいと思います。まあ、実際にねそういう研究結果とかもありますので、まあ、それも踏まえつつ、まあ、言葉とねこの性格の関連性についてね、今日はちょっとお話ししていきます。まず、これニューヨーク大学のね、ジョン・バルブ教授という方が行ったものなんですけど、大学生にですね、ネガティブな言葉とポジティブな言葉を使って文章を作るっていう実験を行ったそうなんですね。で、この文章を作ってもらった後、ネガティブのグループ、まあ、ネガティブの文章をね、作ったグループは性格が攻撃的になったそうです。で、一方ポジティブなね、文章を作ったグループはイライラしなくなったそうなんですね。で、この結果から、まあ、バルブ教授は言葉によって、性格がこの短時間でも変わっているよってことをね、まあ主張しています。で、この研究以外にもですね、僕が実は感じたこともあってですね、これ何かというと、多分これ僕じゃなくてね、学校の先生であればみんな多分確かにって思う話だと思うんですけど、友達のねグループってこうクラスとか見るとあるじゃないですか。で、その時に、まあ、やんちゃなグループもあれば、落ち着いたグループもあれば、いろんなグループありますよね。で、そのグループたちの、で、使っている言葉を、こう、聞いているとですね、みんなやっぱ同じような言葉を使ってるんですよね。例えば、やんちゃなグループだったら、まあ、うぜえ、黙れ、かす、しねえ、みたいな言葉が、やっぱ多いと。もちろん全部じゃないですよ。ありがとうとかいうこともあるんだけど、そういった言葉を使うことが結構多いってことです。一方、落ち着いている子たちのグループから、なんかそういった、黙れとかって言葉ってほとんど出てこないんですよ。そうじゃなくて、おはようございますとか、さよなら先生ありがとうとか言って、やっぱ言葉が結構出てくるんですよね。まあ、うぜえぐらいは落ち着いた子のグループでも、やっぱ思春期だとたまに言うことはあるんですけど、まあ、黙れ、かす、死ねとかはほとんど聞かなかったですね。で、まあ、これはね、どっちが先かって話で、言葉が先なのか性格が先なのか分かんないんですけど、そういう性格だからそういう言葉が出てくるのか、もしくはそういう言葉を使っていたからそういう性格になったのかっていうのは分からないんですが、まあ、関連性は絶対あるっていうふうには言えますよね。まあ、これはもちろん生徒以外じゃなくて、例えば、職場とかでもね、仲のいい、まあ、グループとかってあるじゃないですか。大体皆さん似たような言葉多分使ってると思うんですよ。でと、これ親子関係にも言えますね。まあ、三者面談とかしていると、やっぱ親の言葉遣いと子供のね、言葉遣いってね、似てるんですよね。あと性格とか。なので、まあ、親の言葉遣いとか、やっぱ行動っていうのは、子供の性格に大きな影響をね、これ与えるので、ぜひこの辺をちょっと意識していただくといいかなと思います。まあ、もちろん遺伝とかもあるので、一概に全部とは言えませんけど、まあ、影響の度合いは必ずあるっていうことですね。で、ここで意識してほしいのは、まあ、子供に使ってほしい言葉を、まあ、自分も使うように意識するってことが大事ですね。例えば、ありがとう、感謝してるよ、頼りになるね、すごいじゃん、うまくいきそうだね、みたいなポジティブな言葉を言っていたら、まあ、もちろん自分自身もね、このニューヨーク大学の研究でわかるようにこういった言葉を使っていれば、自分自身の性格も、まあ、イライラしなくなるんですよ。で、と同時に子供もやっぱそういう言葉を使うようになるので、結果的にイライラしなくなるってことですよね。あとは、バカ野郎とか本当にダメなやつだな、俺の前から消えろ、うるせえ、黙れみたいなことをお父さんお母さんが言っていたら、まあ、子供も同じような言葉を使うようになり、結果的に子供の性格も、まあ、そういった落ち着きがない、攻撃的になってしまうってことですね。で、まあ、もちろんこれは先ほどもね言ったように、遺伝とか他の要素ももちろんありますし、あとは親のね言葉だけじゃなくて、例えば学校や塾の先生、友達とかの影響も受けるので、全部が全部親がコントロールできるものではないんですが、でも、まあ、親ができる簡単な努力の中の一つだと思うんですよ。だからね、こちら一回やっていただくといいかなと思います。はい、ということで、今日はね、親の言葉で、子供の性格がね、親の言葉で決まるよっていうお話をしました。こういったね、思春期の子育てに関する情報はですね、僕が無料で配信している思春期の子育て講座、こちらでもね、かなり詳しくね、動画とかマニュアルを、使って解説しております。もしまだ読まれてなかったら、動画の右上もしくは概要欄からこちらもチェックしてみてください。